PS4 進撃の巨人ゲームを愛し尽くしも女が一匹残らず駆逐してやる、実況させていただきます。私ちゃちゃちゃと申します。よろしくお願いします。 YouTube からご覧の皆さん、どうぞ右下の高評価ボタン、またチャンネル登録よろしくお願いします。ただいま、イエーイ。あいご12個目さんいらっしゃい。じゃあやってくよ。今日はシャシャでやります。シャシャでやるのと、さっき言ったばっかりやけど、これな、オートカイが99人枠外でしたんで、頑張っていこうと思いまーす。ニコ生から。よいしょ。じゃあ、どんどんやっていこう。やりますよ。やりますよ。クリスタ。58個目さん、アセロラさんいらっしゃい。クリスタをやった回もあったんだよね。で、まだ、サシャをやった回がないから、今回はサシャにする。ササね。そうか、フレームレート60だと生放送耐えれないんだな。覚えた。ツー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 。来ます、来ます。これよいしょー。無事でいてください。何、無事でいてください。ちょっとね、助けないとまずいですよ。助けないとまずい。でもね、私ね、今思ったことがあるの。あのびっくりマークのとこに行ってもう殺しちゃえばいいんじゃない？天才。よいしょ、こいしょ。あそこ、なんかね、助けないで、ね。そう。びっくりマークのとこ行ってしまえばいいんだ。ほら、来た来た来た。ね、クリアするだけならそうでしょ。うわ、いろいろこういう人。そう、討伐してしまおう。多少のね、犠牲は仕方がないんですよ、人類を。アホー、人類を救うためには多少仕方ない犠牲は、死んでもらおう。人類のために死んでもらおう。よいしょー、終わった。やりました。多少の犠牲、防具なし。よっしゃ、終わった。来ます、これ。よいしょー、よいしょ、終わった。あんたの方が今日もきっちく鬼づく。サシャちゃんってさ、あの中の人がすごいあれなんでしょ？声優さんがすごい人気なんやろ。よいしょ。はい、66個目さんいらっしゃい。声優さんがめっちゃ人気なんやろ、この人って。ゴッドオブを。67個目さんいらっしゃい。ピローン。泣くくらいなら許しときってんだよ。なんか声優さんがすごい人気だからサシャが人気だっていう話を聞いた。どう考えてもクリスタだもんね。お、なな。ゴーみたい？ゴッドオブウォー？ウォンローゼに巨人が現れたってことは壁が破壊されたの可能性が高い。もしそうなら考えられる限り最悪の事態だ。一刻も早く壁の状況。向かわぬ。よし、行こう。なんか新しいの来た。ケニアさん72個目さんでした。人気狂気。よし。私このね、リコちゃん結構好きなんよ、見た目が。中身は好きじゃないんやけど、なんかショートカットの太眉の下まつげとか、見つけ悪くて下まつげとか、結構ね、この子ね、人気出てもおかしくないよね。しょっちゅう壁壊れてる。確かし。74個目さんいらっしゃい。アニも好き、そう、アニも大好き。見たはずだが、壁の穴はまだ先なのか。あ、あれは調査兵団か。私は駐屯兵団リコ・ブレゼンスカだ。うん。で、壁の破壊箇所は特定できたか。いえ、この先は。ここは駐屯兵団による防衛ラインだ。これより先に巨人の目撃報告はない。穴を見落としたということは意味深。巨人が通れるほどの大穴を見落とすなんて考えられないと思いますが、
おい大変だ。巨人の群れが現れたぞ。本体が囲まれちまってる。なんだと。すぐに戻って本体の離脱を支援しろ。駐屯兵団も準備が整い次第加勢する。はい。え、金太郎からございます。なのじゃあコマさん雑談さえなさい。俺たちがおとりになって時間を稼ぐんだ。離脱する間巨人を引きつけるぞ。はーい、よいしょ。かかってこい。おいしょ。馬で走っているだけでは。あ、間違えた。足の速い巨人はおびき寄せて一匹ずつ。よいしょ。別に倒してしまっても構わぬだろう。あ、あそこにみんなを行けってことか。ちょっとライナーさ、苦戦の縁談を確認しました。ほっといていいかな。ライナーは別にほっといてよくない。こいつだってピンチになったら勝手に巨人化するでしょ。来ます、来ます。これね、いいよね。来ます。ライナー勝手に巨人化するでしょ。来ます、やります。よいしょ、超ネタバレ。よいしょ。はい、85個目さんいらっしゃい。よいしょ、86個目さんいらっしゃい。来ます。おいしょ、来ます。これリコちゃん助けに行こうか。やりますの。おいしょー、アホー。ねえ、巨人だって吹っ飛ばしてくれたらいいのにね。兵士として、戦士としてじゃなく兵士として、ちょっと乗りたい。オッケー、リコちゃん助けに行こう。何の音。あ、え、まだやってないのアニメ。来たーい、獣の巨人。89個目さんいらっしゃい。巨人が投げたの。おいしょー、レオナルドいらっしゃい。93個目さん、94個目さんいらっしゃい。ニーキいつからだろうね。私ね、全部見てるからさ、漫画アニメも全部見てんだけど、アニメがどこまでだかちょっと忘れちゃった。ちょ、あっち来たんやけど。おいしょ、ニコ発見。おいしょ。調査兵団の離脱を援護する。砲台の準備を急げ。リコ班長、巨人がこっちに気づいた。準備が整う前にやられちまう。何、準備が終わるまで耐えるんだ。どこ、これを倒せってこと。かかってこい、アホー。アホー、兄捕らえられて終わったの。あれかして。あれかした。兄捕らえられて終わったんだ。獣巨人じゃまだ出てきてないよね。知らんかった。知らんかったってか忘れてた。こんにちは、98個目さん、99個目さんいらっしゃい。原作終わりそうかな。まだしばらく、大丈夫そうじゃない。残り3人。え、嘘。やります。残り3人やばいな。やります。よし、残り3人やばいな。助けに行かないと。嘘。獣そうね。誰になるんだろう、これ。まあ、わし準備完了。巨人迎撃のため立体機動に移るぞ。周辺の巨人は我々が引き受ける。そこの砲台を利用してくれ。おいしょ、ちょっとおっとっと、私あんまりわかんないけど来い。おっとっと、持たれる。あ、声優さんとかあんまり全然わかんないけど、残り一人、本体の位置残り一人やって。あ、終わった。マジ、あ、マジか。そんな本体を守んなきゃいけないのね。強風、初失敗。いや、一回ね、保管も失敗したはず。あまりよく分かってない時に、まあ、これもあんまりよく分かってないけど。ほい、おいしょー、おいしょー、確認しました。なるほどね。かかってこい。ここら辺全部倒さないといけないんや。まだのお店いらっしゃい。
アホー、こいや。私ね、あの人がいいな、シェルの人。獣の巨人の声優さんでシェルの人がいいな。みんなどう思う？私あんまりよく知らないんやけどさ。来ます、これ。そう、カモシさん。あいて。ふぅ、怖っ。よいしょ。ね、合いそうよね。いけてない？なんか、もう脳内再生はカモシさんに言う。ほい。ほい。来ます、これ。ほい、よっしゃー、やりました。アホー、アホー。今の波平さん実は知らないんだよね。どんな声なんやろ。前の波平さんしかわかんない。ま、前の波平さんも思い出せるかちょっと思い出せないけど、120個目されました。あー、メグレ警部、そうなんだ。それは合いそうやな。ほい、おっしゃ、ふぅ、ひぃ、いや、勘にして。あーと、よいしょ、よいしょ。巨人ね。おいしょ、後ろに回って。ほいしゃん。よし、和骨。はい、122個目さん、和骨いらっしゃい。あ、008さん、マジで ?008 さんとか、でも声とか覚えてないな。おいの。ちょっと待って。ちょっと。ぐるぐる回んないでくんない？おいしょ。やっぱりね、なるの分かってたけどさ、ある程度仕方ないよねみたいなとこあるもんな、これ。おいしょ、おいしょ。うわー、死んでる。待って、死なないで。助けたいのに、助けたいのに、これ助けれんわ。よいしょ。助けで余裕がない回って結構珍しいかも。よいしょ。よし、125個目さんいらっしゃい。ほんで、助けなくていいや。いや、リコちゃんは助けたいよ。ライナーはマジどうでもいいけど。よいしょ。本体の兵士死にすぎ、ねえ、ちょっと弱すぎません？あ、なに？ SOS。わかったわかった。行けばいいんでしょ？もうなんだよ。よいしょー。よし。本に切るじゃないよ。あいつか。食事中、ごめんね。行儀悪かった？あほー、よいしょ。あと、こいつか。うわー、怖い。やだ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 。よいしょ。ほい。よし、よし。新馬兵士に助けられるベテラン兵士ね。ほんそれな。アリコちゃんが危ない。ライナーはいいんだけどさ、食べ物恨み怖い。アリコちゃん発見した。はい、よろしく。巨人がこっちに気づいた。準備が整う前にやられちまう。よいしょ。準備が終わるまで耐えるんだ。よいしょ、よいしょ。やります。よいしょ。今回は本を出してくれた。やった、巨人め、相手してやる。行かないと。間に合ってください。あれは集合の合図だ。来ます。縁談の場所へ向かうぞ。
お、来たー、トキトキさんいらっしゃい。来たー、若元。うちの主兵長がおるんやで。おいしょー。獣の巨人が現れたぞ。間違いねえ、あっちだ。あいつは動きが読めず厄介だ。先に仕留めるぞ。よいしょ。相手してやる。助けないとまずいですよ。また助けんの。よいしょ。砲台準備完了。はい、砲台準備完了。立体機動に移るぞ。周辺の巨人は我々が引き受ける。そこの砲台を利用してくれ。あ、ちょっと待って、ちょっとごめんね。もう一回これロードしないと。思えば、はい、クマクマさんいらっしゃい。立体起動装置なんか使ってんじゃない。なんで。おいしょおいしょおいしょ。救援要請を受けてから行こう。救援要請か。よしよいしょ。あ、わかんせいさんする。ごめんね、あんまね、声優さんわかんないんだよな、ほんとに。ほんとにわかんないんだよな、残念ながら。そこにかなり疎い。よいしょーい。はい、よいしょ、相手してやる。こいつ金髪なんやけど、こいつ金髪で嫌がる。よし、おしゃれ巨人ね。てか、なんだろう、おしゃれっていうか金髪、なんか ドキュンみたいなとこあるよね。足も髪の毛茶髪だから人のこと言われへん。おっと違う。よいしょ。違う違う。ほいほいさん、よいしょ。あふーん、足髪の毛のね、一部がね、金髪なんよ、あの地毛で。まだ嫌なんだ。残らず排除してやる。ちょっとびっくりするかもしれんけど、ほんとなんかメッシュみたいな感じで金髪になってて、染めたわけじゃなくて昔から。よいしょ。よいしょ。だからね、髪の毛染めざるを得ないんだよな。おいもんな、小役さんいらっしゃい。よいしょ。あとあれだ。ほい。遺伝子、150個目さんいらっしゃい。来い。お、5分前ありがとう。ハイパーパッキンのチャンネルタイム、ハイパーパッキンのチャンネルタイムです。落ちた。おし、あとあいつや。パッキンのチャンネルでもしかして撃てない。あ、パッキンのチャンネルありがとうございます。よし、さすがにこの時間は人が少ないで。よいしょ、よいしょ。馬を失ってベルベルト。よいしょ。はい、ケイさん、おびすけさんいらっしゃい。パッキンのチャンネルありがとうございます。その腰の装備はカトリくん、かかってこい。やっほー。よいしょ。うわ、こわ。おいしょ。やりましたの。おーない。にょっ、にゃしょい。あ、ちょっとガス欠的なみたいな腹平ら、ガス欠的な。おいしょ。お、お、いたいた。あふー。獣の巨人は同じのタイムを破壊すると腕で同じ量防御します。両腕を破壊すると一定時間無防御になるので、その間に同じを攻撃しましょう。わかりました。なるほど、火か、火か、これね。
巨人が集まってきたぞ。まさか獣の巨人が呼び寄せたってのか。何度も巨人を呼ばれるわけにはいかねえ。周りの奴らを減らしたら一気に奴をやる。よいしょ。獣の巨人の周囲には護衛みたいに巨人がいやがる。そいつらから倒していくか。お、いけた。よいしょ。これが限界か。あれ、ベルベルト、マジでベルベルト今倒したんじゃないの。キャー、熱い熱い。あとは腕か、腕を破壊しろ。腕破壊したいな。邪魔じゃない、邪魔じゃない、やります。邪魔じゃない、お前らいくらなんでも邪魔じゃないですか。はい、167個目さえ見せる。演技かな。そうだよね、演技っぽいよね。相手してやる。取り回せ、よいしょ、取り巻き倒すのが先。一気に本体行きたいね。できたら、あー、もう邪魔邪魔邪魔。来ます。これ無駄でしたの。サイゴードンが鎧の巨人を速攻倒してた。笑った。サイゴードンって誰や。ほいほいや。毛皮か。おいしょ。にょ、マジ同じ。これあれじゃないの、回復しちゃった系巨人じゃない。これ同じ回復しちゃった系巨人じゃない。落としない、動き。おいっしょ。なんでや。おいしょ。戻った182コメさんいらっしゃい。戻った。持ってないのかな。よいしょ。あれ、もしかしてネット落ちた。まさか。止めと。マジか。なんであろうか。音がない。ネット落ちたかな。トムと、待ったね。ほい、一旦ネコネコの方を止めて。なんだろう、インターネット遅そうだな、これ。うん、インターネットがとてもとても遅い。一瞬来た？マジで？よいしょ。なんかね、ネットがすごい重い。多分。ネットが今一瞬すっごい重くなった。戻った？もうネットの調子がね、すごい一瞬ぐわーって重くなった。びっくりした、ただいま。えっか、203個目さえにさ、すまんな。よし、ちょっとやりたいんやけど、毛皮がちょっと待って。毛皮がね毛皮が剥げなくなっちゃったから、また髪の話してる。ちょっと、おいしょ。
また髪の話するんやけどな。よいしょ、お、誰のがあれさんいらっしゃい。よいしょ、こすればこっちいらっしゃい。ちょっと待ってね。怪我は欲しくない。よっしゃ。これね、なんかあれだ、インターネット、あれだね、ネットのか、調子が全体的に、あほー、悪そうな感じが、するよね。ほい。よいしょ、よいしょ、よいしょ。すいませんね、ニコニコさんの方の方が、あかんみたいで。なんでや、インターネットがめっちゃ遅いなぁ。なんかめっちゃインターネット遅いわ。パソコンじゃないなぁ、これ。やばい？音聞こえない。ちょっと待って、よし。今ね、変えた。変えた。あの、画質結構落とした。あの、ニコニコの方は。画質のせいかどうか分からへんけど。よしきさんいらっしゃい。画質のせいかどうか分からへんけど、画質を落とした。インターネットがなんか重いんだよな。なんかテレ放題の時みたいな感じになってる。はい、それは確かです。壁内で巨人が湧いたとしか。巨人化できる人間が壁内にいたとすればあり得るが、さっきの巨人どもはどう見ても普通の巨人だったぞ。え、またトムトムプトプト。これうちだけ？他のニコニコも？キャー。いや、今日はここまでかな。もう一匹混ざってたな。獣の巨人ですね。調査兵団はすでに何度か遭遇しています。報告は聞いてる。巨人の群れにいつも混ざってんだろう。しかも毎度姿を消しやがる。単なる貴公子ではないと。わからんが、とにかく一旦拠点に引き返そう。内地からの増援も到着している頃だ。いやー、ニコニコさんの方が止まりまくっております。おいそ。いやー、申し訳ないなぁ。よいしょ。
治んないか。ハズレ枠引いたかもな。それか私の方のインターネットの状態が悪いか。みんなに伝わるかな私の思い。今チャットしてるんやけどチャットが反映されないの。悲しい。今日はここまでです。すいません。ということで、YouTube からご覧の皆さんどうぞ高評価ボタンまたチャンネル登録お願いします。お疲れ様です。